小宮城は愛知県新城市筑出木用下にあった戦国時代の日本の城、平山城。戦国時代の武田市による城郭と考えられ、現在も同市の追記術の多くが理解できる意向が残っている。新城市指定史跡。2017年4月6日、俗日本百名城に選定された。小宮城は三河国北東部の山間地にある。 サ手盆地の中央部に立地する。城のすぐ西には、サ手盆地を南北に縦貫するサ手街道が走り、また城の南側には、サ手街道から分岐した街道が東に伸びるなど、山間部の交通の要衝といえる位置にある。また、城は、周辺からの飛行30メートルほどの小さな独立した丘にあり、周辺は、盆地内で、 最も標高が低いこともあって、湿地帯となっている。また、城から、作手街道を挟んで西側にはすでに、本城山が迫ってきており、同時期に、西の上城が築かれていたと考えられている。小宮城自体が、同時代の資料に登場しないため、追記から廃城に至る過程については明らかではないが、三河国二要省によると、元気二年に、武田信玄が、 ババノブハルに命じて築城させたとある。前述の通り小宮城の地は、街道上の要少に立地し、当時武田氏が構想していた、三河の徳川家康攻略の拠点として、築城されたと考えられている。双葉松によると、小畑又兵衛、りさうえも門、大熊備前神が在城したという。廃城の時期についても明らかではないが、天正3年5月の長篠の戦いで、 武田氏の勢力が大きく後退した時期の可能性が高い。中津藩氏によると、この頃、作詞を領有していた奥平氏は、武田氏から離反して、徳川家康に再属する記述が見られる。天正元年8月に亀山城を放棄した奥平貞吉と一族老党を小宮城の武田軍が追武行動を起こした。逃亡奥軍の軍に肉したところ、 奥平の別動隊が手薄の小宮城を襲うと見せかけた陽動砲火を展開。小宮城の危機と判断した武田軍は追部を断念したという。現在、城郭跡の南側には白鳥神社が建立されているが、その他の区域は山林となっており、遺構の破壊がかなり少ない。このため、戦国時代の追記技術を知る上で貴重な遺構となっている。 城の規模は250メートル200メートルほどであり、戦術した通り飛行30メートルほどの小さな丘に立地し、当時は周囲は湿地帯となっており、現在もある程度排水されたものの水田が広がっている。城郭は大きな堀によって東側と西側に分けられている。外部から城への入り口は作手街道に面した西側にある。城の西側に侵入すると、 幾重にも張り巡らされた細い土塁や堀り底を移動することになり、しかも常に高所から守備隊の攻撃にさらされる。細い道を登り、西側の車に入ると、一箇所だけある東側の車への細い道がある。東側の車のここは、いわゆる真姿の構造となっており、これを通過すると50メートル四方ある、主角部に入る。また、 主角部の東側は、段々状の作平面となっており、ここが武家屋敷であったと考えられている。また、大きな縦堀も張り巡らされている。これらの遺構からも、小宮城は武田市による追記技術が活かされた構造と考えられ、日本城郭体系は、小宮城の孔で、遠藤海諏訪の春城を小型化した縄張りで、中世から近世に移る過程の城郭の見本とも、 言えるしろと表している。ただし、現在に至るまでこの定石に対する本格的な発掘調査は実施されておらず、構造、内部空間が詳しくは、どのようであったのかは、その結果を待つ必要もある。小宮城跡現在は直接神社から東側の四角部に入れるが、廃城後の改変である。ただし後年に行われた発掘調査で、現在見られる。 諏訪現状の縄張りは徳川市が整備したと判明した。小宮城屋と、ありがとうございます。